ということで卒業式終えました。無事。いやお疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっとね、多分今あのたどりだし、あのみんなから漏れてないんだけどあのちょっとね、無事終えてきまして、5時ぐらいに起きて、そっからの1日が始まりですよ。で7時半かなに学校に行って、で11時ぐらいに終わって、12時ぐらいまでおしゃべりしてました、校庭で。まあ、でみんなと写真撮ったり、あのね、寄せ書きしてもらったりして帰って、その後ね1時ぐらいから友達とまた遊びに行ってて、2時間みたいな感じで楽しかったですね。はい、はい、で帰ってきて、まあ6時7時、たっぷり遊んできました。はい、楽しかったです本当に。はい、まあね、今日卒業式で朝からちょっと動画回そうと思ったんですけど、はい、親子ともども朝はバタバタしてて、本当に撮れなくてすみません。本当に全然なんか撮る余裕というかなくて、そうルーティーンとかしたかったよね。小学校生が最後のルーティーン、そうね、朝のルーティーンみたいな。そうね、でもしほちゃんも午後からずっと遊びに行っちゃったからだってもう6時間ぐらい遊んでた。5時間ぐらいは遊んでたでしょ。1時6分ぐらいに。そうだよね、そっから6時まで遊んでた。だからルーティンやってもさ、卒業式はもちろん映せないし、今から遊びに行きます、帰ってきましたぐらいで終わっちゃうだから今こんな時間にこうやって撮ってるんですけどね、はい、本当に卒業してきました。まあとりあえずね、無事に卒業式に出れて、こうやってねみんなと楽しく最後の日も過ごせてよかったね。そうなの、そしてセーラー服もめちゃめちゃ可愛いし、そうみんなに好評でしたこの服。そうそうそう、しかもね、なんかすごい目立った。なんか袴着てる子ももちろん目立つんだけど、でもやっぱ5、6人いるから、うんね、セーラー服って全然いなくて、セーラー服、そうそうそう、この色がね、マジ目立ちました。だからもうみんな黒なの。そう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 、 黒っぽい感じ。男の子とか全員黒じゃん、うんうん、さらに女の子でも黒じゃん、白黒みたいな。そうそうそう、だからめっちゃ目立って、そう、よかったよね。でなんかさ、賞状さ、校長先生からもらうときもなんか言われたんでしょ。そう、可愛いねって言われて。こうさ、うん、さ、遠くね、うん、なんかさ、こう上がるじゃん、うん、で、こうやるじゃん、うん、その前に、うん、可愛いね、ありがとうございますありがとうございますやばくない。うん、で、その後もあの歩く時があるんだけど、うん、椅子まで帰る前の、うん、めっちゃ笑っちゃって、めっちゃ笑っちゃってその後さ、パオとママ見つけんじゃん、うん、ってなったよね。めっちゃ笑ってましたみんなさ、あのさ、みんなめっちゃ真面目な顔してた。みんなさ、てるじゃん、虫、うん、だ。めっちゃ笑いこらえてたよね笑いこらえてたの。あれでもたまたまね、あの目の前にちょっと座れたから。そう、だから歩いてんの、うん、やばい。いやでも気合い入れていったわけじゃなくて、たまたま空いてて。そうなの。そうなんですよ。はい、ということでね、はい、まあ無事卒業しましたということで、あと卒業式の動画が全然ないということで朝撮らなかったからね。ね、本当に、うん、卒業式やっぱちょっと流せないので、うん、ね、みんなのあれが映っちゃうし、うん、はい。でもね、なんか、うん、もう1時間ないぐらいの式だったけど、うん、まあなんか動画も流してくれて、先生たちが、うん、なんか思い出の、うん、すごいなんかそれはそれでまた今までと違った卒業式、ね、逆に、ね、うん、逆になんかこうダラダラやるよりいいのかなって。スパンって終わっちゃった方が、うん、ここの切り替えとかもできるし、そうだよね。あと、ダラダラとかさ、うんうん、在校生とかもさ、みんな巻き込んでダラ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 やるよりかは、うん、あの、まあ、あのね、今までやってきた式を否定するわけじゃない。そう、それはそれでもちろん感動するしね。いい考え、いいね、うんうん、メリットとかもたくさんあるし、すごいいいと思うんだけど、うん、こっちも悪いだけじゃなく、いいところもたくさんあるよってことを。そう、まあ、ポジティブにね、行くって感じで、はい、まあ、ね、在校生がいない分、すごいその卒業生と保護者の距離もすごい近くて、そう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 、だからこそこうが、あの動画とかも感動した、ね、あの近くで撮れたりとかできたから、うん、まあそれはそれでね、良かったんじゃないかなと思います。まあ歌がね、やっぱ歌えないっていうのはちょっとあれだけど、歌とかさ、そう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 、楽しかった修学旅行みたいなのがなくて定番、ママもやりました、そのあれはやるね、やるよね、普通はね、まあしょうがないね。はい、ということで今回はね、あの無事
卒業したということで、本日も少々と花持ちます。はい。できました。でね、今年からは中学1年生ということで、制服をね、ブレザーなんですけど、ビチって着てね、中学校に行っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ一周してください。今日の髪型を。ちょっともうボロボロだけどね。見ます。早っこのビックリボンをね、つけたくてね、買いました。そうなんです。めっちゃ可愛くないこれ。めっちゃ可愛い。ね。で、外羽にして、はい。一応ね、髪は。もうね、本当すいません。夜だからボロボロなんですけど、朝撮ればよかったね。ね。でもね、朝本当余裕がなくて、本当すいません。親子ともともだね。なんかさ、もうさ。うん。なんか気持ちもいっぱいだったよね、朝ってね。え、あと、やばいよ、時間だよ。もう急げみたいな、ね。みたいな感じだったから。そうね、すいません。すいません。はい、じゃあこんな感じでした。はい、はい、ということで卒業したよっていう動画でした。見たいと思います、はい、それではバイバーイ。ありがとう。ひーちゃんめっちゃ泣いてたね。やだ言わないで恥ずかしいみんな泣いてたかったの、はい、バイバーイ